最後の枠入りは16番ゲートマキシム・リンカーンゲートに入ってスタートしましたほぼ揃いました16頭先行争いです押してまず11番アリオン・バローズで伺いますが中8番アドマイア・スパーズ内楽な感じで6番スマートレパード上がっていってダートに移りました外は14番ラプター・クルーズ前はわずかに11番アリオン・バローズ先頭でアドマイア スパーズが並んでかわしていきましたさらに6番スマートレパードここでかわして先頭に立ちますラプタークルーズ4番手5番手グループ一戦で内から追い上げる1番帝王クリスです中7番北山山彦4番エインセル12番キングレジェンド外から15番ミラクルルーマーと一段となりましたその直後に3番ミッキーアップル13番名勝力が続いて800を切って3コーナーのカーブへ3馬身4馬身の差後方グループは16番マキシム・リンカーン2番メガモンスター間5番 SK ガーディスあとは後方離れて9番グラスと後方2番手 1>, 候補1投遅れて10番、名将・上高600を切って34コーナー中間です。 先手を取り切った6番スマートレパードリード、体半分で逃げています4コーナーのカーブへ8番アドマイアスパーズ11番アリオンバローズ2番手3番手4番手ムチが入って14番ラプタークルーズが外内が1番の帝王クリスエス4コーナーカーブから直線6番スマートレパードここで後続を引き離して一気に2馬身3馬身リードを取って独走体制に入ります2番手がアドマイアスパーズをかわして14番ラプタークルーズ内から1番帝王クリスエスその後ろが15番のミラクルルーマーで残り1506番スマートレパード独走6馬身のリード2番手 14番ラプタークルーズ3番手が接戦6番スマートレパード圧勝でゴ輪2着は14番ラプタークルーズ3着争いは15番ミラクルルーマーか8番アドマイアスパーズか